今日からまた新しいプログラム始まります。結構もう毎日運動するのが癖づいてきてるから、今日からもまた楽しみなんですけど、昨日とおとつい体調があまり良くなくて全く動かなかったので、ちょっと今日からまたバリバリ動けるか心配だけど、一応始まる前の測定します。筋肉量を上げたくて体脂肪は下げたいっていうのは無理な話なんでしょうか。基礎代謝ももっと上げたいけどなかなか上がらず、で体重がこれより落とせないので、増量を1回して脂肪を落とせばいいのか、やっぱ知識がない分ちょっと難しいところがあるんですけど、体重は増えてもいいから体脂肪を下げて筋肉量が上がったらいいなと思います。今日からこのマディ・モリソンさんのチャンネルにあった 7days フィットネスチャレンジをします。動画は7日分しかないので、これを2回繰り返して2週間続けてやります。この方は多分ヨギの方でヨガベースのエクササイズだと思うんですけど、多分オランダ人かドイツ人か何語かわからない言葉の国の方です。1日目はフルボディウォークアウトで、間々に10秒インターバルがあるんですけど、結局次のポジションに変えたりとかであんまり休めないので、30分結構ぶっ続けてガンガンやってる感じなので、やり始める前にちゃんと意気込みを持ってちゃんとお水を飲んで始めることをおすすめします。今日からまたメインのプログラムプラス自分で下半身、背中、腕、お腹の筋トレも加えたいので、いつものサブスティチュールで使っているマットフィットのエクササイズもエキストラで加えながら今日からトレーニングまた開始します。朝と同じエクササイズを夜もう一回やりました。今日のこの動画のいいなと思ったのは、エクササイズの前と最後にストレッチが入ってたことです。これマジで久々めっちゃ汗かきました。一人で測ったのでちょっと微妙な差とかはあると思うんですけど、効果が見たい部分を一応メジャーで測ったので、今日と一番最後の日を比べたいと思います。今日の動画も最初と最後にストレッチがあっていいなと思いました。今までやったことがあるエクササイズだったら、あ、これわかるって言ってそれが自信になってできるっていうのもあるし、やったことがないのが来ても、あ、なんだこれってなるけど、好奇心を持ってやることが大切だなと思いました。なので今のところ毎日楽しくやれてます。で最近またなんか骨盤の歪みが気になってきてるので、朝も夜もエクササイズの後に骨盤歪みのストレッチも入れてやりました。1日2日目のエクササイズでも結構体がなんか絞れてる気がします。これまでもいろんな人の腹筋の動画やってきたけど、まだやったことない新しいのが今日は2つもあって、人間の体も脳と一緒で同じ動作ばっかりだとそこからあんまりもう成長しなくなるので、違うエクササイズをいろいろ混ぜてやるのが大切だそうです。今日のこのアブスウォークアウトは全体的には10分で短いんだけど、一つ一つのエクササイズの間に休みがなくて10分ぶっ続けなので結構きつかったです。今日はお腹とアッパーバディ、上半身やりました。4日目来ました、ヒット、高強度インターバルトレーニング。1日目のフルボディウォークアウト以来にやばいきつかったです。終わった後はしばらく喋れませんでした。なんでこの後にこれっていうのが最初から3番目から最後までずっと続きます。これを今日は朝と夜1回ずつしました。ヨガマットも結構ボロボロなってきて、まあ、頑張ってる証拠と思うんですけど、これがもうほんとボロボロなってきたらヨガマットじゃなくて今度筋トレ用マット、毎日掃除も大変なのでこのつぶつぶが剥がれないやつに買い替えようかと思います。今日はブーリーウォークアウト、お尻の日です。お尻っていうかもう私は骨盤の歪みとかこの付け根とか股関節の可動域が悪いとかもう全部ちょっと重なってて、今日のはもう筋トレっていうよりリハビリみたいな感じで、きつくてできないとかじゃなくてもう痛くてできない感じでした。
猫背とか腰痛とかにもつながってると思うので、これはこれからも自分に合った方法を見つけながらちゃんとしっかりやっていかないとなと思います。おとついの腕の筋肉痛が残ってたので6日目と7日目のエクササイズを入れ替えました。続けるって本当に大変ですね。気力と意志が強くないと難しいなと思いました。この日をチートデーにしたのでお菓子とかお酒があります。今日は腕と腹筋、腕は多分大丈夫と思うけど、腹筋の時がこの人なんで笑顔でよくできるなっていうぐらいの感じで、これを多分1ヶ月続けたらシックスパックなるはずと思います。これは完全に私個人の意見なんですけど、エクササイズのフォームとしてはこの間のロッティさんとかいつもやってるマットフィットの方の方が綺麗だと思います。そして7日目なので1日目と比べる動画を撮りました。体重、体脂肪、筋肉量の変化も今こんな感じです。今日は腹筋の日なので夜またちょっとだけどマットフィットのアブスウォークアウトしました。明日からまた同じ7日間のプログラムを繰り返します。2週目、先週やった時よりはまだできたかなと思います。何事もそうだと思うんですけど、難しそうとかできないってやる前に思ってしまったら、それがブロックになって本当に自分をできなくさせてしまうことにつながりかねないので、新しいこと、難しそうなことでも、あ、やったことないけど面白そう、やってみようって、何事も好奇心を持って取り組むといいなと思います。最後の週なのでお尻とお腹また頑張ります。人間ってやっぱ自分ができるものが好きですよね。好きだから続けられる、そして自然とそれが上達していく、このダンベルのウォークアウト私は好きです。今日は足とお尻、本当は2回リピートしたかったけど右足が筋肉痛してるので、筋肉痛が残ってる時は無理してやらない方がいいみたいなので、足とお尻は1回で、明日の腹筋のリハーサルを今日しました。夜はマットフィットのアッパーバディ。マットフィットはエクササイズとエクササイズの間に全部休みがあるし、動きも全部スローで一つ一つ丁寧にポスチャーとか説明してくれるのでビギナーにもいいと思います。今日は朝ちょっと元気だったので35分腹筋をメインにやりました。なかなかエクササイズを始めようって重い腰が上がらない方、起きた瞬間まだ意識が朦朧としている時に何も考えずにまずヨガマットを広げてエクササイズの洋服に着替えてみてください。やるかやらないかはその後決めていい。まず自分をそこに向かわせる一歩を踏み出すことが大切です。やってみてください。楽にできるエクササイズを長時間やるより、負荷が高いきついエクササイズを短時間集中的にやるのがいいみたいなので、次からダンベルの重さ2キロじゃなくて4キロに上げようかなと思います。来ました、この前回3回目の後から意味わからんのばっかり続くって言ってたやつ。もしトライしてみたいっていう方がいたら、始まる前にクーラーか扇風機、タオルとお水ちゃんと用意して始めることをおすすめします。そして短期間で絶対痩せたい方、これやったら絶対痩せると思います。今筋トレし始める前より多分 1.7 倍ぐらいご飯食べてるんですけど、全然太らない、むしろ痩せるのはやっぱりこんなに動いてるからなんだなと思います。すごい。お尻のエクササイズの時に動かしてる足がエクササイズをされてるはずなのに、動かしてる足じゃなくて支えてる足の方の付け根とか股関節が痛いのは、なんか重心のかけ方とかが悪いんですかね。だから多分このエクササイズの目的のお尻の筋肉はちゃんと動かせてないのかもしれない。エクササイズ後半なのでメインのマディ・モリソンさんのを多めにやってます。マットフィットはレジスタンスバンドを二重にして強度を高めにしました。朝はこの同じのを2回しました。
これマジできついです。今すぐ痩せたい人これやってください。痩せます絶対ヨガベースのエクササイズだと思うので、ヨガのバックグラウンド経験がある人だったら抵抗なくできるだろうなっていうようなポーズもいくつかあります。本当は夜ももうちょっとやりたかったけど、もう疲れてたので2個で限界でした。彼も同じタイミングの時に筋トレやってたので一緒にできて嬉しいなと思います。イエーイ、ラストで来ました。今日最後なのでフルボディとお腹とお尻やりました。フルボディやるのは3回目だけど、スクワットジャンプはやっぱり私はできないみたいです。あれはきつい。で、今日やる予定のストレッチは夜やりたいと思います。数字はやっぱただの目安なので、体で感じる感じの方が大事かなと思うんですけど、どんなかな、絞れてきてるか自分ではわからないですけど、足とお尻はちょっとなんか硬くなったかなと思います。お友達が最近私の動画を見て自分も筋トレ始めたよって言ってくれて、誰かのモチベーションになれてるのが嬉しいです。運動も毎日やるか全然やらないかじゃなくって、お菓子も絶対食べないかもう食べちゃうかっていう、この0か100かじゃなくて、ちょっとでもいい、たまに休んでもいい、たまには食べてもいいっていうように、自分の中でバランスを見つけるのが長続きの秘訣だと思います。皆さんも頑張ってみてください。ちょっと今回のが予想以上にきつかったので、何日かちょっとお休みしてから、いつもサブで使わせてもらっていたマッドフィットを今度はちゃんとメインでマッドフィットの30日プログラムをやろうと思います。その動画もお楽しみに。 We get this! じゃあね、バイバイ。